田中圭介さん、しおりさん、この度はご結婚おめでとうございます。いや、まさかあのケイちゃんが結婚とはな、びっくりしました。ケイスケ君とは小学校の時からてか知り合ったかなと思います。小学3年生の時にケイスケ君が転校してきて、でどんなやつが来るんだろうって思ったら、すげえ普通のやつが来てがっかりしたことを今でもはっきり覚えています。で、まあ、ケイスケ君とはそれから小学校卒業までずっと同じクラスで、一緒にも結構遊んだんですけど、先生のことをお母さんって言ったこと、あの時のことは今でも思い出してよく笑っています。で、あとそれでこの動画を撮ってて思い出したんだけども、ケイスケ君あの修学旅行の時にお土産買うお金が足りないってなって、俺あの時2000円貸したんだけど、いつ帰ってくるのかな、今でも待ってます。で、あのしおりさんはね、やっぱケイちゃんはね好き嫌いが多いんだよね。好き嫌い、特にピーマンが苦手なんだよあいつ。だからもしピーマンを出す時は細かく刻んで肉に混ぜて入れればきっとあいつは美味しく食べると思います。2人のこれからの人生、そしてまあ2人ならね幸せな家庭を築けると私は思っています。なんで、これからも幸せに頑張ってください。さよなら。